また病院抜けてきたんですか。ええんですかよ。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんね。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち合った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの、親さん。もう昔の話だから。おい、南雲、もっと言えよバカ野郎。いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ、兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど、よくやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は片木で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした。もううち金ないよな。上の筋からなんか言ってきてないの。まあそっちはわしの方でうまくやっておりますけ、おやっさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい、ゆうた、頭おるか。頭、ちょっと見てきますけ。兄貴も。ああ姉ちゃん、あんたほんまにブサイクじゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよ。のう、うちはそんなんじゃ。ほれ、脱げや、のう。今月客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、踊らみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めじゃろ。うっせ、お前らいい加減にしろ。そん口の聞き方は何だ。おう、なんじゃい。本店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。おお、お、なんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ、俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。なあも知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。はあ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。せいや。
じゃあ、あの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍して使うさい。